はい。今日の絵はこれなんですけれども、問題はこっちなんです。ここが間違ってました。103ではなかったんですね。ここ102でした。すいません。ちょっとね、システムが変わってから、うまいことできやんことがあったり。で、今日が103です。では、いつも通りトレースからやっていきましょう。今回のタイトル、前期のアニメについてですね、ご存知というか、まあ、なんとなくでわかると思うんですけど、趣味でこうやって絵を描いてたり、なんて言うんでしょう、喋り方、あとゲームあげるとか言うてみたり、そのあげるゲームをマイクラやって言うてみたり、ということで、結構ね、いわゆるオタクなんですよ。30回ったおっさんがね。その段階でだいぶ、っていうのはわかるんですよ。軽く惹かれますからね。まあ、うちの会社ではもう、なんて言うんでしょう。周知の事実なんで、逆に、多いんでね、そういった方が、助かってますけど、多分一般企業とか、一般企業なんですけど、うちも、なんて言うんでしょう。職種的にそういったのが結構許される会社なんで、会社?業種なんで、ある程度こう、例えば、なんて言うんでしょう。そういった専門知識、パソコンについてとか、がないと、できない仕事なんで、まあ、できない、始めるのはできますよ。頑張りゃいいだけの話なんで。そこら辺は結構簡単です。努力を続けるっていう。続けりゃ、前向きに努力さえ続ければ、このお仕事は誰でもできます。まあまあ、そんなことはさておいて。この動画ってね、1週間遅れで上がるんですよ。大体。なので、この動画自体は、多分、4月の3週目に上がるんかな?それぐらいです。で、もう多分その頃には、新規のアニメが始まってると思うんですけど、今時期ね、見てて面白かったなって思うのが、ほい。ちょっと、まあでもこんなもんかな。はい。ではとりあえず5分測っていきますね。はい。面白かったのがね、個人的に面白かったのがね、小林さんちですね。あれは毎週楽しみにしてましたね。今回は。面白かった。なかなかヒットじゃないですか。ああいう系のやつはあまり見ないんですけど、なんとなく1話かな ?2 話見たときに、2話までは全部一通り録画するんですよ。で、そっからまあ2話分見て、平行で続けてみるかどうかを決めるんです、いつも。まあそういう方法をとってるんですけど、小林さんも初めは見る気なかったんですよね。今期あんまりいいのないかなと思ってたんですけど、小林さんは面白かった。よいしょ。違うな。多分こうやな。
これが胴太の原因やな、多分。で、よいしょ。今回は面白かったですね。何やったかな、面白かったって言ってる、名前忘れてるな。あの、ドラゴンの女の子がね、の食事シーンがあるんですよ。自分の尻尾を食べるシーンが。あそこが良かったな。斬新やったな。自分の尻尾をあんだけガツガツと食べるっていう。テレビ見ててね、思わず。地域によってもしかしたら違うかもしれないんですけど、僕が住んでる地域では深夜帯やったんです。で、朝見るんですよ、僕。朝早起きして、アニメは。夜はね、こんなことしたり、あと、まあ、他のことしたり、してるんで、アニメは基本的に朝見るもの。そういう感覚があるんですけど、まあ今回、まあ、あれを見たときにマジかよって思いましたからね。自分の尻尾あんだけガツガツいける、さすがドラゴンって感じでしたね。違うな、多分こうだな。で、こうか。こうかな、はい。でだ。もうちょっとこっちか。女性の体描くのは難しい。まあ男性が上手なわけでもないんですけど。5分測ってるんでね、たったかたったか描いていかないといけないんですけどね。違うな、多分。もうちょっとまっすぐやな、ここ。だ。ちょっと大きすぎる。まあそんな感じですかね。今回アニメはそれが一番面白かったかな。小林さんのが一番面白くて、あと何を見てたかな。見てたんで言うと、何だっけな。チェインクロニクルとか、もう一つ。進撃のバハムートやったかな?もう見てたんですけど、僕、あれのゲームをやってないんですよ。で、ああいうのってゲームやってるとより面白いんですけど、ゲームやってないと、っていう、ああ、そうなんだっていう。ちょっと物足りない感が出るのかな?って思ってるんで、まあ僕の中ではちょっと物足りひんかったかな。わかりづらい。そこまで広がらない自分の中で。作った方には悪いんですけど。お、5分経ちました。さあ、よく喋ったなぁ。これがあだとなれへんかったらええねんけど。よいしょ。ああ、間違った。毎回間違うなぁ。はい。OK ですね。で、はい。これを消さんとあかん。では、動かしてみましょう。はい。こんな感じですかね。今回、顔はまだマシかな。顔の小ささはまだマシなんかな。首も、ここが太かったんか。やっぱり肩ですね。肩が崩れると一気に崩れますね。ここが難しかったな。あ、そうか、こんなに膨らんでないんや。で、今回は、でもこっちか、太いか。動画太いですね、やっぱり。
お尻もこんなもん。そうなってくるとやっぱちょっと下まで行き過ぎてるのか。もう肩が違うんで手は崩れていきますよね、どうしても。まあ、手は指は書いてないんでね。うん、違う違う。ピンクをなぞってしまった。ここですね。この感じが、この曲線が出せれば、もうちょっと綺麗に描けるんかなと思います。膝。もう、どっから違うのやろ。足の向きが違うんか。角度が違いますね。どうしてもまっすぐ伸ばす癖があるのかな。で、よいしょ。よいしょ。ふくらはぎ。もっと上の段階で、なってる。こう、膨らんでる。で、もっと凹んでる。難しいな、やっぱり。はい。これで、動かしてみましょう。そうですね。はい。やっぱ肩ですね。今度はちょっと肩注意していきたいと思います。本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。